英国欧州航空この機体は1959年に製造され、1971年の事故により損失した。ビッカース・バンガードは、イギリスの航空機メーカーであったビッカース社がビッカース・バイカウントの後継機として開発した、中距離ターボプロップ4発旅客機である。1959年1月20日に初飛行し、当時の主力旅客機であった。 ダグラス DC-4 ないし DC-6 といった旅客機の後継機という狙いもあった。開発が進められていた当時は、Z エンジンの経済性が悪く、レシプロの次はターボプロップという読みから開発された。胴体断面は逆だるま型が採用され、旅客型ないし貨物型にも適しているとされていた。しかしながら、開発に手間取っている間に、 ジェット旅客機が市場に進出してきたため、ブリティッシュエアウェイズとカナダのトランスカナダ航空からの2社の発注に限定され、わずか43機の生産で打ち切られた。BEA では10年ほど旅客機として使用した後、所有する19機を貨物機に転用し始めたが、その最中に工述する墜落事故が発生した。最後の機体が退役したのは1996年であった。 このヴァンガードには設計ミスにより圧力隔壁が余圧に耐えられないという欠陥があり、時間の経過とともに腐食が進行していた。そのため画像の GAPEC は1971年10月2日にベルディ上空で圧力隔壁破断により空中分解したため墜落し、搭乗していた乗員乗客63名が犠牲になった。 これにより回収と金属疲労の検査方法が再検討された。ありがとうございます。